どうもこっちゃんねるです。前回の動画でも報告した通り、ロシアリクガメのヨモギちゃんが4月に合計6個の卵を産みました。めでたい限りですね。リクガメは産卵する 2,3 日前からケージの中を駆け回り、後ろ足で試し掘りすることで卵を孵化させるのに適した環境かを足定めします。お腹に卵を抱えたまま1日何時間も狂ったように掘り倒すので、産卵後の後ろ足は産んだ側なのにまるで生まれたての小鹿のよう。ということで今回はお疲れのヨモギちゃんの足腰ならぬ足甲羅を回復させるために、大好物のイタリア野菜ポレビスでリクガメ用お赤飯を作って産卵祝いをしていこうと思います。まずはこちらがキクカ、キクイガナ族の野菜ポレビスです。見た目は油中、油菜族の紫キャベツのようですが、葉からして全く別物の野菜です。キクイガナ族の名前の通り、キクが独特の苦味があるので、紫キャベツの下で食べようもんならしかめっ面すること間違いなし。今動画を見ている方の中には、ポレビスを初めて知ったという方が多いと思いますが、実はカットサラダの中にしれっと潜んでいるため、どこかしらで食べたことがあるんじゃないでしょうか。はじめましてと会釈しているのはあなただけ。サラダに入っているのは少量ですが、色味と苦味が絶妙なアクセントになっていて、イタリアンサラダには欠かせない野菜です。そして、キクイガナ族といえば、そう、本来の元気な青々しい姿だと、あまりにも苦すぎるため小賢しい人間によって太陽に当てられず暗黒化で育てられ貧弱な姿と化してしまった不憫な野菜、チコリですよね。これは軟白栽培という劣気とした栽培手法の一つで、日光に当てないことにより見た目は白く柔らかく苦味がある野菜でもまろやかな味になります。どんな草でも食べてやろうという人族の執念には感服です。それではトレビスを刻んでいきます。お赤飯と言ったら小豆または捧げですが、今回は代わりにクワの葉主体のリクガメフードマルベリックドライで代用します。水でふやかしてから細かく刻んだトレビスと混ぜに混ぜ込んでいきます。最後にごま塩の代わりにカルシウム剤を適量かけたら完成です。では早速与えていきましょう。まずは2匹仲良くバスキング中のロシアリクガメ夫婦のところへお赤飯を持っていこうとしますが、まだ餌を見せてないのに速攻で間合いを詰めてくる宿地砲の使い手。1匹とも後ろに下がった隙にお赤飯を食卓へ。まずはヨモギちゃんの産卵を陰ながら応援していたわらびくんからパクリ。求愛時には荒々しさが目立つわらびくんですが、食事の時には丁寧なくちばしさばきで一粒ずつ口の中に運んでいきます。育ちの良さが伺えますね。おてんば娘のヨモギちゃんは目の前にお赤飯があるにもかかわらず、なぜかあさっての方向へ方向、そしてそのままのお口でパクリ。その後はリクガメ専用カウンター席で手からご飯にがっつくがっつく。わらびくんも隣のトレビスは赤く見えるようで、目の前の餌なんてそっちのけ。ヨモギちゃんの食事風景を食い入るようにガミです。続いてインドホシカメ西野さんにも卵を産みましたとご挨拶。マイペースの西野さんにもお邪魔してますと軽く会釈をする社交性のあるヨモギ音体。ここでしばらく西野さんには離席していただいて、一人の時間を楽しんでもらいましょう。ヨモギちゃんが夢中で爆食する様子につられて、真顔でとことこ寄ってきた西野さんは、興味深そうにトレビスを見つめる。それに対してヨモギちゃんは、こういうのでいいんだよ、こういうので。と、虚空を見つめてフードを噛み締める。2匹の視線はねじれの位置。くちばしにこびりついたフードは、ご自慢の下技でパクリ。ご満悦の表情ですね。その後も産卵で使い果たした体力を回復するように、無心で食べ続ける底なしの食欲、いつも通りのヨモギちゃんに復活したみたいです。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。